スペースモンキーズ TV。 はい、皆さん、スペースモンキーズ TV へようこそ。サルです。そしてマイネームズユートメン。ユートメン、久しぶりだね。いやベイビー。どうした、久しぶりだぜ。なんか今高校何年生だ。高校もう2、もうあと2ヶ月は3年生だぜ。最後だね。3年生高校3年生にもなるのに、やばいね。やばいです。さて、今回作るのは、はい、俺たちの作るさ、そのクッキングのさ、はい、コンセプトってさ、大体あれだろ。なんだろう、ね、あの大体みんなさ、なんか豪快にとかさ、うんうん、男のとかさ、雑にとか、まあ、確かに男なんだけど、俺たちの作るのはちょっと高級的に、高級的に、ちょい高級でおしゃれ、おしゃれ、おしゃれにね、やっていこうかな、はい、思います。今日作るのは、はい、今日は何ですかね。今日はですね、はい、スーパーで2000円以内の食材で集まってできるめちゃうまラーメンにチャレンジしてみましょう。シューさあ、今回使用します麺はこんな感じ、生縮れ麺。まあ、結構俺たちね、多分がっつり食いたいからね。はい、夜部活行った帰りだもんね。そうっす。あ、めっちゃ食います。帰ってきた食うね、はい、でこれなんか2人用なんだけど、はい、それを大盛りを大盛りをで2人分買ってきた、はいはいはい、うん、中華麺、縮れ麺、そうみシャンタンで有名なそうみの煮干しラーメンスープ。ベースはこれね、うん、煮干し、うん、魚介系の、あ、好きですね、魚介。そう、魚介系のね、スープチョイス。そしてまたこれも簡単に、ここまでさすがにしね、なんかあの高級っすね。卵入れたことないっすよ、多分。いいでしょ。そう、煮卵と、あと角煮。すごい美味しそうもの作れそうですね。これは伊藤ハムだね。はい、これ肉ですね。これ鍋用の国産若鶏、骨付き水炊き用で、これでちょっとスープの出汁を取っていこうかなと思います。ただの水で作ってもさ、なんか物足りないところある、はい、ね、そんな感じでいっていきたいと思います。そうそうそう、本格的です。そして漬けは九条ネギパック。これやっぱ俺たち切るのダメじゃん、きっと男は。これ最後のトッピングでいこうかなと。そして調味料、調味料はこれ、ヤマキの煮干しっこ。これは魚粉で最後にドンと入れようかなと。あ、どんどん入れちゃうんですか。で、もう最悪やべえと思った時にはそうみシャンタン55年目の真実みたいな、これでちょっと調整していきたいと思います。はい、それではまずこの、これはですね、あ、逆だった。国産鶏の骨付き水炊き肉、これの方で出汁をね、取っていこうと思います。ベースの水炊き入れてやっぱりスープ作っても美味しくないと思ったから、これでちょっとね、茹でて、かなり茹でて、ちょっとどころじゃなく茹でて出汁を出して、そのね、煮汁でラーメンスープの方ね、こうかき混ぜて食べたらうまいんじゃないかと思って出汁を取っていきます。それではまずこれからいきましょう。さてね、今かなり2時間ぐらい、めっちゃもう本当に時間をかけてトロトロに煮たら、見て、肉がすげえほぐれてきて、いい感じの出汁出てきました。このね、やっぱり水の色も若干白く濁ってきてるよね。うん、そうっすね、いい感じだね。さあ、もうちょい煮ようかね、もうちょっとホロホロしてきて油がしっかり浮いてくるまで煮ましょうか。じゃあそんでこっちの鍋見て、こっちの鍋で麺を茹でていきましょうか。さあ、いい感じに仕上がりそうだね。さあ、それでは先ほどの水炊きの中にこれ入れましょう。そうみシャンタン55年目の新発売。初めて開けるんだけどさ、はい、ペースト状なのかなこれ。やばって、おおお、すげえ、何これ、こんなんなってんだ。ほら、こんなもん、イエス、こんなもん、こんなもん入れてちょっとだけ味付けテイスティング。いや、やっぱりアメリカンテイストにやりたいから、もうちょっと入れちゃおうかしらっつって。さあ、それではスープの下地を作っていきましょう。今回使うのはこれです、煮干しラーメンスープ。これもね、そうみのメーカーですね。これをまず一つ入れていきましょう。これどんぐらい入れないんだ、麺どう、うん、オッケーめー、オッケーオッケー、よし止めろ。じゃあいいや、止めとけ、どうもう余熱いい、ここだ、よーし、じゃあまずにね、この煮干しスープをまず一つ入れていきます。これ 300ml のお湯で通す。これを先ほどのね、水炊きしたスープで割ったら、煮干しプラス鶏白湯の美味しいスープできんじゃないの的な。よし、まずこれいきます。これをね、まず 300cc すくいましょう。
これちょっとアクが出てるけど、だいぶアク切りしたけどね、それでもいいでしょう。上のやっぱり俺油が好きだから、油の部分こうやってね、一番多分ここ美味しいよっていうところ。ちょっと肉入っちゃった、ちょっと肉入っちゃった。これ300だね、入れて、これで今100。もう一回いきます、3回分だな。200、やべえ、すごい、見て、ラーメン屋さん見て、こんな色になってる、やばいね。でも油っぽいラーメンになりそうだね。いや、そう、美味しい、そこは美味しい。まあでもそれもいいんだよな。で、これ3杯分でしょ。300、 OK。 さあ次に麺揚げいくよ、麺揚げいくよ、いくよいくよ、もうラーメン屋さんみたいでしょ。ラーメン屋さんいくよ、さっさ、さっさ、いくよいくよ。これをうわ、いい麺だな。どんぐらいだろう、これで1人前ぐらいかな、大体これ入れるよ、これで1人前ぐらいかな、はい、そうですね、よし、切るよ。男の切り方ですね。高い位置から落とす。いくぞ、入れる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 ぞ、いくぞ、入れるぞ。珠玉、おお、めっちゃええやん、お、めっちゃええやん。で、よくラーメン屋さんこうやるよね、こうやるよね、こうやるよね、馴染ませるよね。よっしゃ、そしたら次は、次は、次はトッピング、次はトッピング。さあ次はトッピング、伊藤ハム麺角煮、これをもうね、このまま入れちゃいましょうか、男ですから。男ファイヤー、やばい、どう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 、やばいね、やばい、やばいっしょ、やばいでしょ、やばいでしょ、来たでしょ。よし、そしたら九条ネギ、京都九条ネギ、見てください、このでかいフレッシュなネギ、この大きいやつ、すごいね。これをうわ、本格、やばい、ストップつって、ストップつって、イエス、まだいっちゃうの、まだいっちゃう、もっともっともっと、まだまだいっちゃうの、もっともっともっと、オーケー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 。そうしたら最後にこの煮干しっこ、これね、隠し味的な、これね、いや、お前隠し味どころの話じゃねえよ、見とけよ、これどうすんのって。これをさっきのこの小さじ1杯、おお、どうですか、どうですか、どうですか、ストップって言って、ストップっつってね、いや、全部いっちゃいましょうか、全部いっちゃいましょう、いや、全部いっちゃいましょう。よっしゃ、よし、これでどうだ、完成でしょう、やべえ、よーし、早速それでは実食と参りましょうか。実食、はい、それではね、できましたね。ちょっと見せてやって、見せてやって、もう一回いいですか、挟んで、じゅわー、おー、マジか、よし、食っとけ。一応ね、ベースは煮干しで、鶏白湯で出汁を取りました。どう、匂いどう、スメルテイスティングどう、うまい、完璧、完璧。もう匂いでうまいっちゃったからね。どうぞどうぞ、先に、先に食べて、先に食べて、先に食べて、いいよ、いっちゃって、いっちゃって、いっちゃって、いや、いただきます。どう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 、カメラにどうぞ。 Very 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 美味しい、マジで。え、どんな感じ、やっぱ煮干し効いてる。そうそう、出汁とね、うん、鶏のあれも出てるしね。あ、鶏のネギがね、一枚サクサクして味を引き立ててくる。マジか、本当に。よし、じゃあ俺いきますよ。ネギと一緒に食うと本当やばい、来る、やばい、スーンと来る。いきますよ。これうまっ、これめっちゃうまっ、めっちゃうまっ。何これ、まさかこんなにうまく作れるとは本当に思わなかった。てかさ、やっぱ鶏肉をベースにしたもうスープの作り方っていうのがまろってるよね。まろまろってる、まろっちゃってる、まろーんってきてる。で、やっぱこの牛粉を、牛粉じゃない、あの魚の粉をかけたことによってパンチが出るし、うん、ベースのその煮干しと、やっぱ煮干しとさ、鶏の鶏肉のスープ、うんうん、合うね。はい、いかがだったでしょうか。よかったね、今回ね、めちゃくちゃよかったね、美味しかったね、はい、もう寝れそうっす。初めて俺たちが本格的に料理して一番美味しいものが作れたね。今日はよかったです、うん、よかった。一発目にして美味しいラーメン作れました。次何作りたい。2000円台で作れる男のちょっと高級志向餃子を今回、次回か、今回ラーメン作ったから次回か、餃子を作りましょうか。それでは次の動画で会いましょう。次は餃子だね。エンジョイ YouTube& 今回ラーメン作ってみました。サルでした。 This is you, Tommy. Bye. Goodbye, see you.